いやー、切るんかいと思って、あすって切るボタンの方にカーソル合わせたら通報しちゃったー。最悪やー。あー、来た。よしよし。はいはい。はい、え、昇降機の右、左です。うん、あ、びっくりした。え、どういうことって、あ、手ってどうやって発見？僕が、昇降機右の、あの、一回金庫から出たじゃない。はい、金庫から出て宿舎、昇降機左で、はしご登ったんだけど間違えて降りちゃったのよ。で、発見。直近期の発見です。多分ね、多分梅健さんかなって思って、ね、誰も見えてない。いや、俺じゃないね。よく戻るな。今日の俺ガチで間違えた。これは今回俺の後ろで切られてるね。ちなみにこれってこと、はしごを登って、じゃあどうぞ説明どうぞ。梅、ガミ、プテで宿舎脇3人金庫室入る。プテさん最初に出てって、僕が2番目に出ていくときにネロちゃんが入ってきた。ガミさんとネロちゃん金庫室置いて、僕が宿舎前の方に行ってるときに停電が鳴る。で、プテさんとかは見えずに、ヌーンを左から乗ろうとしたら、乗る前にピタッて光ったから後ろで切られてる。停電の乗ったんすか、メケンさん。乗ってない乗ってない乗ってない。あ、乗ってないのか。なるほどね。その位置にいたら俺見えると思うけどな、メケンさん。後ろが、後ろの状況が全くわかんない。いや、俺、メケンさんと対抗でもいいかもしれない。俺が乗ろうとして、今光って、で、その現場にいるのが死体と通報者プテになると思うんだけど、うん、メケンさんもその辺にいたはずだから、今。まあ、なんか、かんない。停電中だから。登るときは光ってなかったわけですよ。登るときは光ってないからめちゃ直近ですよ。つまり4秒前には、4秒前デッドじゃない、プテ発した。だから、そもそも、僕が、いないじゃない。ね、ネロ、梅、ガミの3人と金庫から出るときすれ違ってんのよ。うん、で、その後に、っていうのも、梅剣、プテハシ、ガミで湧いて、3人で左行っちゃったから、あ、じゃあ僕ボタン押しに行くよって言って、何のタスクもせずに出てんの。で、登って間違えて降りちゃったら下になってたっていうこと。だから分かんない。ネロちゃん視点でおかしくないの。なんか、金庫から出るときに入ってくるのとすれ違って降りる、うん、降りてるでしょ。そう。え、なんか、金庫から出てすぐミーティング登って降りたらもうタスク3人終わって出てきたってこと？俺はね、ダイヤ磨きしかしてないから別に通じるじゃないんだ。いやいやいや、そう、まあまあまあ、メケンさんと俺の対抗でもいいと思いますから。いや、俺ネロちゃん対抗出せないんだよな俺。ネロちゃんってベント否定できる？これメケンさんは誰対抗できるの？ネロちゃんベント否定できる？あ、待って、ちょっとね、ちょっと待って、ネロちゃんかどうか一回マジで考えて。みんなもう一回。わかんないですよ、僕らその場にいないから。わかんないよ、マジで。だから他の人を洗って、他の、マジで聞こめー、マジでくー、マジかこれ。いやー、切るんかいと思って、あすって切るボタンの方にカーソル合わせたら通報しちゃったー。最悪やー。でもまあ僕通報だったからまだ良かったわ。まあしょうがないよね、これはね。はい、はい、まあ昇降機左のベントから出てこれる人物洗うべきじゃない？え、っていうかごめんなさい、その前にネロちゃんも梅剣も昇降機乗ろうとした場所ってことやから、うん、そこは結局梅剣さんではネロちゃん以外を洗ってって言ったから、そこの話はあれかなと思いました。でもさ、梅剣さんの後ろをさ、ガミさんがついててさ、ネロちゃんってその後ろにいるんでしょ？はい。で、その間にプテがさ、降りてきてるんだからさ、なんかわけわかんなくね、うん、そのなんか、え、間に降りてきてるわけじゃない。一応洗っていいですか？高馬エレキでできないです。はい、コミュー、メイヤーコミュー、ネロちゃんとエンジン分けで左に行ってるの見られてるはず、うん、でアルフジシャワーにいるから無理、うん、ハイブリさんはアーカイブにおいてゲンはラウンジ貨物と言ってます。ハイブリ最後までアーカイブ、一応弁当はできるなら俺、まあ、じゃあアーカイブ空きがアルフジゲンブリだけど、ハイブリさん以外は全部無理そう。うん、うんうん、まあ、一応停電中までずっと本タスクはしてるんで、停電中やけどすれ違いそうかなと思う。最後の方左の本片付けてたし、一応弁当が作るのメイヤハイブリって感じ。え、ってかもうそもそもさ、
え、だって梅剣さんがヌーン乗る寸前にさ光っててさ、でプテがはしご降りてさ死体発見でさ、ネロちゃんが左から見ててさ、絶対プテか誰かが見るでしょ、弁当から切ってる。え、てかそれよりネロちゃんってエンジン脇なの？そうだよ、ネロちゃんエンジン脇だよ。ネロちゃんエンジンから金庫のダイヤ磨いて出てて、でさん、おかしい。あ、いや僕、いや僕は、ね、いや僕はあのダイヤのところまでもう行ってます。でタスクせずに、あ、これボタン入れないけどなっていう義務感から登ってる。だ登ってさ、それで降りた時にさ、うん、なんか登ってすぐ降りでネロちゃんたちはタスクしてて、プテがその降りたタイミングでちょうどミーティング登って即降りで時間ってそれになるの？まあ、まあ、あとね、うんうん、いやベントは 100% ありえないと思ってて、ベントから出た瞬間に梅剣の後ろの人物を切ろうとした時にカーソルは確実に梅剣の方に先に入るから、キルが、うん、要は後ろから侵入してきた人の方が梅剣よりそのキルのカーソルが入るの絶対後になっちゃうけど、それが外れないから梅剣の方にキル入っちゃうと思うから、ベントないと思ってる。うん、わかる。やっとね、梅剣さんはね、大なんかお着替えのところにいたはいたんですけど、タスクやってなさそうだったんですよ。うん、めっちゃ人間っぽい。なんかタンズリーでいいんじゃない？ローラー飲めます。いや、マッチでいい。一旦タンズリーでいいかなと思う。マジ？ネロちゃんまで普通に。俺はネロちゃんまでする気だ。ネロちゃんが切ってる場合ってプテが見ますよ、多分。うん。いや、僕は誰も見てないよ。いや、足折れた瞬間連打だったから。停電だから無理じゃない？いやこれはね、事故ったね。これは相当な事故よ、本当に。その不死身の行動は何？ナイス？ナイス？ナイス？ちょっとさっきスキップ入れた理由言いますね。ネロプテの時系列がやっぱ変だと思うから、いや俺ちょっと怖いと思ってスキップした。梅ちゃんさんしよう。変じゃないですか。だってネロちゃんってエンジンからダイヤを磨いて、で戻っててヌーン乗るとこまで行けてるんですよね。ヌーンっていうか、うん、はしご登るとこでしょ。で僕 は, はしごか、うん、僕は金庫と宿舎の間でネロちゃんと違ったよ。なんかね、金庫から出る宿ぐらいですれ違った。っそう、宿ぐらいですれ違って。プテさんのが絶対短いんだよね。ネロちゃんが長いかプテさん短いかどっちかわかんないけど、変だと思う時系列が。まあ。なんかしてないと変だと思う。その通りのこと言ってるから、なんか。なんかプテ君とネロちゃんの太鼓もわかるんだけど、俺それ以上にその最終位置がネロちゃんも梅剣もそのヌーンの前やったから、そこがその位置でずれてるから、俺ローラーかなと思ってたね。うん、そう、そもそもヌーンの前なの？いや、そもそも俺はあの停電直そうと思ってヌーに向かってる最中で一応光ったんだけど、うん、どの時系列で光ったかわかんないけど、でもね、宿舎証拠左に入るタイミングで光ってなかったはずだから。それで犯人がでもネロちゃんも梅剣さん見てないってことですか？それで、それで、梅剣さんっぽい人は見えたんだけど、それが梅剣さんかわかんないし、うん、しかもレポートしてるのプテだし意味わかんないっていう状況でした俺は。それでネロちゃんと梅剣さんは同じとこにいるから、ネロちゃんして梅剣さん見えてそこに見えてないから対抗っていうことか。そう、梅剣も見えてないって言ってるし、俺は左側にいるはずなんだよね、梅剣さんが多分ね、俺の視界が合ってれば、ね、うん。で俺一応さっきのターン停電継続だったと思うんだけど、おまじが直してって真ん中かな、うん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 、真ん中だけ最後上がったっていうのは見てるんで、マットは否定しておきます。まあまあ何秒ぐらいあったっけ、ちょっと待って、何のタスクやったっけ、こんなに長くなかったっけ、十、まあ、何秒ぐらい、短い、3、4秒ぐらい短い、うん、写真入れて勝ちタスクはできなかった。プテの動きは確かに客観絶対おかしいから、まあ、僕はおかしいよね、足が折れちゃってるからね、うん、しかもレポートできてるのかな、間違えてレポートしちゃったんじゃないの、プテちゃん。その場合はどういうこと、切って即レポしちゃったじゃないの、間違えて。いやいや、切って即レポはした方がいいでしょ、そんなになるんだったら、じゃない？いやだからはしごだって変じゃん。降りて切ったらネロちゃんもいたから、まあ降りちゃったのは変。間違えてこれ。でもさ、ネロちゃんと梅剣の後ろの人って死んでるってことだよね。違う。うん、まあ場所的にはそんな感じになると思う。今度は取らないです。はしごから降りた人がキルのあれがエフェクトっていうか、あれが後ろに入るか、プテの場合って。まあ
黙らせないと。メイヤーは。メイヤーは騙されない、黙らせないといけないね。これ。うん。なるほどね。間違えて切っちゃったんですよ。メイヤーさん。はい、シャワーのどっかで、え？ね、5秒いないぐらいかな、うん。カンカンタスクから出てきたら光った。まあ、原産に白落ちます。ネロちゃんじゃねえ。ハイブリさんは白。え、まあまあ、でも今俺シャワーの中にいる。え？エレキにの誰じゃ？俺エレキでメイヤ君とはすれ違ったけど、アスタリスクですれ違って今メインシャワー入って、右側には行ってない。通路だけ歩いてる。エレキで今5番ぐらいにいるの。あ、5番いいの、俺とかネロちゃんとか。ああ、じゃあ、うん、ごめん、ハイブリさんじゃないわ。ハイブリさん今どこなの？俺はね、シャワーの、通路、シャワールームの C の上。ただし、メインから入ってるから、右側だったら俺は光らない。うん、誰が白取れるんでしょうっけ？ゲンが、武器庫ダウンロードした後に、武器庫の下にいるゲンさんと合流して今キッチンって言って、うん、あの停電を直しに行こうとしてた。ちなみに私停電無視してバーガータスクの方に行ってますが、まあまあ届かないと思います。ああ、剣士はカンカンタスクだけして出てきたら死体やから、うん、その間よね。5秒ぐらいよね。5秒ぐらいかな。5秒以内やったらエレキ、そのメイヤ、ネロ、オマが、その死人があるならそこの3人まとめて俺からは資料を出せるかな。不死身はどういうの？ミーティング宿舎でネロちゃんと会えて金庫宿舎ボタン待機。無事民主ができなくね。でもそれって高田さん、まあハイブリさんができるか。俺はできるね。まあ高富士ブリかね。アルマがいつ入ってきたんだ。アルマは、ね、貨物分け、貨物分けです。あ、じゃあアーカイブ側から入ってんのか。うん、多分そうだと思う。俺はエレキ方面に行ってるけど。え？貨物？俺でもアーカイブゲンさんとはいて速攻貨物行ったけどすれ違わなかったよ。いや、あるまでは絶対貨物分けで覚えきれに入ってた。ゲンさん、アーカイブ分けで武器を置いてんすか？はい、もう左にしかタスクはなくて。めっちゃ移動した。確かに。え、左にしかタスクない。うん。あ、まだまだ右の給油やった、右に給油しかなかったんで。武器庫までタスクないんすか？まあ、いたのは間違いないです。うん。どうしますの？ 8 人だけど。まあ、さすがに。うん、まあ梅健さんのあれをそれかだけ、まあこの議論だと釣れないよね。釣れないね。え、なんか普通になんか原産原品に二人がありそうだなって思っちゃったな。私はでもそんな変です、うん。アーカイブの給与書とやってて、2ターン目はメインの写真だけ入れてます。まあ、確かにアーカイブからすぐ。さて。どう舞うか、どう舞うのか、ここから僕は華麗に舞えるのか。はいはい、サボ誰が直しました？ああ、ごめん、また俺。うんうん、ごめんね、シェリフなんだけど、うん、梅健さんで落ちてる進行します？俺結構怖いんだけど。まあ、釣った方がいいかなと俺は思う。まずんだったら俺さっきのやつで原産の動きがめちゃくちゃ怖いんで、あの初手の容疑で普通にプテ釣りたいんだけど、うんうん、ダメ。それは僕が容疑者なんですか？容疑者じゃない、普通に。梅健さんで落ちてるんだったら全然いいけど。てか梅健さんで落ちてないんだったら、まあ、っプテネロの二人街になるよ。うん、てか、うん、そうね。落ちてないケアの方が良さそうかなと思っちゃった。うん、もう落ちてない時にプテネロなの？ネロプテネロどっちか二人街がいて、プテの方が怪しいからってことじゃない？うん、いや、プテネロ二人街かなってなるよ。うん、梅健さんが白の場合はプテネロ二人街の方が、まあ、そうだね、うん。そうだね。どっちにしても、うん、場所的にね。うん。あ、僕はお互い向いてたんだ、最初のターンって。
まあ動きは怪しい。梅剣ネロで1体、まあ動きはね怪しい。それはそれはそうなんですよ。俺が梅剣さんと対抗したのは、うん、ヌーンの左側にいるよっていう発言に対しての対抗、うん、1対抗でしょ、うん、いや分かる、うん、それは私視点結構変で、私ネロちゃんに1回も入れてないんですよ。でこのさっきのタンプテさんもできないから、ここにジンがいるように私視点では見えてなくて、梅剣さんでシンプル1落ちたんだろうなって思ってます。のうん、プテのシンプル黒要素ってやっぱりレポートできてることじゃないかな。まあ降りてレポートですね。梅剣でもなくネロちゃんでもなく、梅剣さんどうしてない場合って、で梅さんしかプテネロに黒ってことか。だから梅剣さんで落ちてない場合ってプテネロの二陣貝しかなさそうじゃない、その盤面を考えると。いや、うんうんうん、そうそうそう、まあまあまあ、俺がシェリフで俺はエンジンが、うん、エンジン込み、俺は浮いてる人間だからね、しょって、うんうん。それぐらいしかなさそうだから。プテ3バットネロちゃん黒ぐらいしか。そうだね。そうなりそうだよね。うん。ね、だったら俺は両方インポスターだと思う。いや、そう、俺もそう思う。ね、ネロちゃんが聞いたやつはプテが間違ってレポートしたっていうのが考えやすい。ああ、まあ、な、そう。かなって思う。プテがレポートできてる時点で。あの、梅剣をキルしようとしたけどできなくて。ああ、なるほどね。それはわかります。うんうんうん。それだとあるかなって感じ。まあ僕は梅剣さんで落ちてると思ってるんで任せます。梅剣さんどこ入れた？やっぱりとりあえず入れた。まあマットでもいいかなとは思うけど、はい、正解こちら、キルと間違えてレポートボタン押しちゃいました。いやごめんよマジテンパったわ。梅剣ってことね。あーっとってミヤピン、あーそういうことか。梅剣の方で間違ったパターン。いやー、押しちゃったよ。梅剣さんだよね。梅剣さんが切ってて。うん、だよね。あ、切るの、実は切らなきゃと思ったら、レポートしてた、ね。プテさん、階段の下で仁王立ちして、明らかに2キルの体勢待ってたから、オッケーオッケー。あ、違うんですよ。あれはね、サボ入れ画面見てて。うん、あ、そうなんだ。そうそうそう。完全に2キルの待ちだったから、オッケーと思ってキルしたらレポートされた。それはバグるわ。それはちょっと裏切り者や。裏切り者や。どういうことってなるわ、ね。どういうことだ。だいぶおかしいと思います。多分。はしご2往ぐらいしないとね。成立しないぐらいの。そうだよね。ネロちゃんが入ってるのとさ、プテがする。長いよ。7秒ぐらい長いじゃん。短い。そうだよね。あれは変よ、ね。7秒ぐらい待ってた。